Thank you, Jesse. Please raise your hand. どれかな？どうかな？ OK？ では、日本語で話します。DLB on ブラウザーという話をします。大崎陽と言います。陽ちゃんっていう ID でなんかいろいろしてます。よいしょ。で、このトークは指デジがスポンサーをしています。で、先日ですね、リジェクト会議っていう会議がありました。リジェクト会議っていうのは、その名の通り、Ruby 会議でリジェクトされたトークを、集まってする会議です。で、私もリジェクト会議に参加しました。こんな感じの様子でやってました。スピーさんの提供ですね。で、私もリジェクト会議でトークしました。リジェクト会議では何を話したかっていうと、リジェクト会議っていうトークが、リジェクトされて、リジェクト会議でリジェクト会議というトークをしました。一体何の話をするんだって感じですよね。もう一度言います。リジェクト会議というと CSP が、リジェクトされたので、リジェクト会議でリジェクトしました。これでトークしました。こういうのセルフメンション、自己言及と言いますね。プログラミングでいう自己言及というと、クワインが有名ですね。マメさんとかがよくやってる感じです。で、クワインっていうのは何かって言いますと、そのプログラム自身が、プログラムの出力が、そのプログラム自身をそのまま、と同一であるっていう、そういうプログラムのことをクワインって言います。で、リジェクト会議ではこういう感じのアスキーアートの、クワインをデモしました。今回は Ruby 会議ですので、Ruby 会議というこういうアスキーアートでやってみたいと思います。で、これは Ruby のプログラムになっているので、よく見ると Ruby のプログラムになっているの分かりますかね。Ruby で実行すると、このように同じプログラムが生成出力されます。これちゃんと DIF を取ってあげると、この間この DIF を取るの失敗しちゃったんですよね。クワイン RB でしょ。ってやると、はい、同じドイツであるということが確認できました。これがちゃんとなので、もう一度 Ruby で実行するとかもできます。これはおなじみのやつですね、皆さん。で、もうちょっと大きくしようかな。見にくいので、ちょっと拡大します。で、このクワインのプログラム、ちょっとおまけがついてまして、実は、サーバーになります。で、引数に、こういう URL を渡してあげます。見ての通り、DRuby のサーバーになるわけですね。すいません。取り乱してしまいました。すいません。実は、さっきちょっと同じものを動かしてましたね。はい。で、サーバーとして動きます。で、これ、大丈夫かな。で、これ、まだよかったんだ。で、DRuby のサーバーですので、IRB でクライアント側をやってみたいと思います。ちょっと小さい。見えますかね。それで、タイマー進めるの忘れちゃった。DRuby なので、リクワイア、DRB とかします。で、リクワイアしました。で、リモートのオブジェクトを、こういう感じで DRB オブジェクト new with URI で先ほどの URI ですね DRB コロンスラッシュスラッシュローカルホストの1234っていうにしました。で、リモートのオブジェクトが当たりました。で、このリモートのオブジェクトは、プロックオブジェクトのプロキシーですのでコールします。コールするとこのように先ほどのあれ
ラージパケット。え、嘘。そんなバカな。ラージパケットって言われた。あれ、さっきのプログラムだよね。あ、わかった。ごめんなさい。URL 間違えました。DLB ですね。あの、はい、次にあるやつを実行しちゃいました。で、もう一度取りに行って、これを実行すると先ほどのプログラムが出てきます。で、これちょっとよくわかんないので、イーバルします。よいしょ。キュート小さくしてやると、はい、先ほどのプログラムが実行できました。これは、DRuby を使ってさっきの、クワインのプログラムを取ってきて実行した、こういう感じになります。で、なんかちょっといろいろすっ飛ばしちゃいましたけど、ここの DRuby のプロトコルをさらにですね、WS っていう変えると、あ、これちっちゃいですね。WS ってやると、これ皆さんご存知の WebSocket になります。で、こっちかな。WebSocket でやりますので、ブラウザー側で実行します。あー、見にくい。これかな。合ってるかな。ちょっと、これは、クライアント側は、当然ブラウザーですので、JavaScript で実行されるわけですけど、Opal で、書かれたものを、JavaScript にコンパイルしています。ちょっとコンパイルにちょっと今時間かかってます。起動しとこうと思ったんだけど、いったかな、いったかな、あ、出ましたね。あ、ちょっとちっちゃかった。難しい、さっきとサイズがちょっと、こういう感じでリモートからオブジェクトを取ってきて、リモートコールすると Ruby 会議っていうこのクワインが生成されました。っていうことで、なんかあんまりスムーズにいかなかったですね。でか。今日は DRuby on ブラウザーという話をします。DRuby をブラウザー上で実行するって今のデモのやつですね、話します。で、まあ誰だっていう話なんですけど、まあ、さっき紹介あったとおり、大崎陽と言います。陽ちゃんっていう ID で活動してます。で、ユビレジっていう会社で働いています。去年の Ruby 会議と一昨年の Ruby 会議でもトークをしてますので、まあ、もしかしたらもう覚えていただけてるかもしれませんね。で、まあ、2つのこのジェムを、紹介しました。後でまたおさらいします。で、先日、このアジャイル時代のオブジェクト脳の作り方っていう本を出版しました。これはまあ強調なんですけれど、こういう本を書きました。で、純駆動のブースでなんかサイン会を多分、3時半ぐらいって言ってましたかね、くらいにやりますので、よかったら来てください。で、Ruby 会議の一昨年の Ruby 会議の話をします。一昨年の Ruby 会議、2015年の Ruby 会議では、Writing Web Application in Ruby という話をしました。Ruby で Web Application を書くです。皆さん結構書いてるんじゃないかなと思うんですけれど、なんかちょっと当たり前な話なのかなって思うかもしれないですけど、これは Opal で書くっていう話をしました。で、Opal でっていうのは、Ruby から JavaScript にソースコードを変換するトランスパイラーです。で、Ruby から JavaScript に変換することができますので、フロントエンドを Ruby で書くことができるので、フロントエンドを Ruby で書こうっていう話です。で、先日ですね、ちょっとブログでですね、こういう、JavaScript isドナルド・トランプ・オブ・ジ・ IT ・インダストリーって、まあ、JavaScript は IT 業界のドナルド・トランプだって、あ、またちっちゃくなったの。こういうブログがありました。はい。で、まあ、なんかドナルド・トランプは、なんか幼稚で、なんだ、強情、あ、ちょっと、
いろいろエゴイスティックで、幼稚で、悪意に満ちていてとか、なんかそういうことが書かれています。でそして、JavaScript は、なんだっけ、間違いが多くって、内部に矛盾が多いっていうことが書かれています。私もそういうふうに思います。で、まあ、そういうこともありまして、Ruby でなんとかしようということで Highlight っていうのを作りました。この当時ですね、2年前ですかね、この当時は、ReactJS が結構日本でも流行りだして、React フィーバー的な感じになっていました。で、まあ、Rubyistとしてはこのリアクトでみんなリアクトリアクトって言ってる中、こうちょっと JS の人たちのこう指くわえながら眺めてるだけみたいな、そういう感じの状態にあったわけです。ですので、Ruby でリアクトライクなバーチャルドムの実装を作ったやろうと思ってこういうのを作りました。でそれを、2015年の Ruby 会議で発表しました。で、翌年ですね、去年のRuby 会議では、Isomorphic Web Programming in Ruby というタイトルで発表しました。で、Isomorphic Web Programming っていうのは、サーバーサイドとクライアントサイドで、まあ、同じコードを実行することによって得られるいろんな利点を利用してプログラミングするっていう手法です。で、ウェブにおいて、サーバーサイドとクライアントサイドですね、同じコードを実行するっていうことは、まあ、クライアントサイドはだいたい JavaScript で、コードを書いていきますので、だいたいサーバーサイドも、JS で Node.js とか使って書くっていうのが、まあ、一般的なアイソモーフィックプログラミングになります。ところが先ほども言った通り、私は JavaScript を書きたくないわけです。でそこで Ruby、オパールを使うことによって、Ruby で、クライアントサイドもコードも書けるので、サーバーサイド、クライアントサイド、サーバーサイド両方のコードを、Ruby で書くことができます。そして作ったのが Minilite という、Isomorphic Programming のフレームワークです。Minilite では、サーバーサイドとクライアントサイドで、モデルのコードを共有することによって、共有します。で、それによって、どういう利点があるかって言いますと、クライアントからサーバーサイドのモデルを触るときに、透過的に、オブジェクトにアクセスすることができます。これはオブジェクトマーシャリングという手法を使ってやっています。で、まあ例えばそのコードをですね、モデルのコードをサーバーともクライアントと両方書かなくていいっていう利点のほかに、このオブジェクトマーシャリングをフレームワーク側でやることによって、ユーザーが API のコードを書かなくてもいいっていう利点もあります。で、アクティブレコードとのインテグレーションも行いました。これが2016年のトークです。で、今年は DLB on ブラウザーという話をします。で、DLB というのは分散オブジェクトの、技術で、まあ、Ruby で作られた分散オブジェクトの技術です。Ruby の標準テンプライブラリーにもなっています。で、特徴としてはですね、普通の分散オブジェクト、例えばコルバとかですね、そういったものでありますと、IDL といって、分散、オブジェクト同士が分散してますので、それぞれのインターフェースを、定義するための IDL というものが必要になりますけれど、DLB では、まあ、Ruby というですね、動的の言語でありますので、IDL が必要ないという、とても良い特徴があります。で、これの作者はこの人ですね。去年の Ruby 会議でも、DLB の話をされてました。よいしょ。で、この DLB をブラウザーで実行するっていうことで必要なことを今から説明します。まず、ウェブでやりますので、ウェブで話せるプロトコルが必要になります。で、DLB には、とても良いことに、プラグインをですね、プロトコルをプラグインで、追加するっていうことができますので、
私は WebSocket を選んで、DLB に WebSocket で通信するプラグインを作りました。もう一つは、ブラウザー側で動く DLB っていうのが必要になりますので、 DLB のクライアントを、Opal を使って、作りました。それぞれ、DLB WebSocket っていう名前でと、Opal DLB っていうジェムを作りました。このそれぞれのジェムについて説明します。 DLB WebSocket は先ほど説明した通り DLB のウェブソケットのプロトコルプラグインです。フェイウェブソケットというジェムを使って、ウェブソケットの処理を実装しています。で、DLB ウェブソケットの特徴としてはスタンダードローンで動くモードとラックミドルウェアとして動くモードがあります。先ほどのクワインのデモはスタンダードローンモードで動いてました。で、この後デモもしますけれど、このような感じでですね、ラックミドルウェアで動くもこともできます。ここのとこですね。use DLB WebSocket Lackup ってこの一行を書いてあげると、DLB WebSocket ですね、DLB で通信することができるようになります。プロトコルの実装についてです。これはDLB WebSocket をサンプルとして説明しますけど、 DLB のプロトコルを使うにはこういうものを作る必要があるという話をします。で、ここにありますけれど、DLB プロトコルに Add プロトコルという感じでモジュールを追加してあげると DLB でそのプロトコルが使えるようになります。で、まあ、URL で質問付けられてますので、 Open とか Open サーバーというところに、URL を渡すような形になります。で、オープンってやるとクライアント側のオブジェクトが生成される。で、オープンサーバーっていうとサーバー側のオブジェクトが生成されるようになります。で、サーバー側の方は、複数のクライアントと、コネクションする必要がありますので、アクセプトっていうのがあって、アクセプトして初めてサーバーサイトの処理をするオブジェクトが生成されるようになります。で、クライアントとサーバーの通信は、クライアント側から始まります。クライアント側で、DLB のオブジェクトにのメソッドの呼び出しをすると、センドリクエストっていうものが呼ばれてこう来て、サーバー側のレシーブリクエストっていうのが呼ばれるようになります。で、サーバー側でレシーブリクエストが呼ばれると、サーバー側のオブジェクトのメソッドが呼ばれて、で、結果が、send リプライっていうので返されて、クライアント側にたどり着いて、レシーブリプライっていうのが呼ばれるっていう、こういう流れになります。で、ここの赤い線と青い線のここの通信の経路ですね、ここのところを、WebSocket で実装したっていうものになります。で、次に Opal DLB についてです。これは DLB のクライアントの実装になります。で、Opal で書かれています。あと、これ使われる方はちょっと注意してほしいんですけれど、今のバージョンの Opal では、これが、ちょっとマーシャリングのプログラム、マーシャルのプログラムによって、実行できなくなっていますので、気をつけてください。これはもうすでにパッチも、マスターには入ってますので、すぐ使えるようにはなるとは思います。で、こういうのを作ったんですけれど、実は、昨日の夜ぐらいまでずっと実装していました。で、実装してたっていうのは何かっていうと、ここまではなんとなくできて動いたんですけれど、そこからですね、ちょっと重要な大事なものが足りなかったっていう事態が起きて、昨日の晩までずっと実装していました。何が足りなかったかっていうと、これですね、サーバーの実装が必要だっていうことに後で気づきました。なぜこのサーバーの実装が必要なんでしょう。こういうコードを書いたときですね、これはクライアント側のコードです。クライアント側で、さっきのようにリモートのオブジェクトを取ってきて、リモートの例えば each みたいなですね、ブロックを取るようなメソッドを呼び出したとき、このブロックを取るようなメソッドを呼び出したときに、
ここのブロックの中の処理ですね、ここはサーバークライアントどちらで実行されるでしょう。これは当然クライアント側で実行されるわけですね。わかりますよね。でということはサーバー側から今度このブロックのメソッドを呼び出してあげる必要がありますので、サーバーとクライアントの役割が反対になります。先ほどの図を思い出してもらえるとわかると思うんですけど、クライアントから始まりますので、この場合は、サーバーから始めなきゃいけないんですけど、役割が逆転します。ですのでこのクライアントとして動いてるやつにもサーバーとしての役割が必要になります。のでサーバーとクライアント両方の実装が必要になるわけですね。でそのために、サーバーの実装っていうのをしていきまし作っていきました。ただ、通常の DLB ですと、さっきの DLB っていうプロトコルは、ユニックソケットだったり TCP ソケットで通信しています。どっちがサーバーになってもいいわけです。ところが Web においてはウェブサーバーがサーバーであり、ブラウザーはクライアントになる。ですので、ブラウザーがサーバーになるっていうことはできないわけですね。ですのでその中の世界においては、DLB の中の世界においては役割としてはこっちはサーバーとして、こっちはクライアントとしてっていうだけじゃなくて、こっちもサーバーになってこっちもクライアントになってみたいな仕組みが必要になります。でそこで、ウェブソケットを使ってますので、こっちがサーバーになるときですね、ブラウザー側がサーバーになるときがコールバックになるんですけれど、コールバックのときはこっちがサーバーなんですけど、このときにこういう URL のソケット、ウェブソケットの接続を一回します。そして、通信自体はこっちのクライアントサイド、サーバー、ウェブサーバーですけどクライアントサーバーな、クライアントサイドになってる方から通信を始めて、こういう流れの処理をするっていうふうにして、なんとか、DLB の中ではクライアントサーバー両方の役割をするような、ブラウザーの中の実装をしました。でその他にですね、ブラウザー特有、ブラウザーというか JavaScript というかですね、特有の問題がありました。非同期の問題です。で JavaScript を使っていると、まあ、JavaScript 書かれている人は分かると思いますけれど、例えば通信の時ですね、特にに、非同期で実行するっていうことが強制されます。例えば通信の結果を待つ時ですね、ブロックして待ってはいけないっていうルールがあって、通信の結果を待つときには必ず非同期になるみたいなことが起きます。で DLB の実装においては、この DRB オブジェクトっていうのが、リモートのプロキシになるわけですけれど、サーバー側で実行した結果っていうのはそのまま値が返ってくるようになっています。ところが JavaScript で実装するにはそこは非同期にしなければ、通信が間に挟みまりますので非同期にしなければなりません。そこでプロミスを返すような実装にしました。ですので、通常の、DLB の実装とはちょっとインターフェースが異なるっていうことになってしまいました。まあ、これはもう本当どうしようもないですね。で、まあ、こんな感じに、実際のコードはこんな感じになります。とリモート側のさあのオブジェクトから DLB オブジェクトからのメソッドスタートって呼ぶと、プロミスが返ってきて、プロミスの前って呼ぶと非同期にこのセッションっていうのが返ってくるみたいな、ブロックで返ってくるみたいな感じで、でまたセッションっていうのが返ってきたら、マネージャーのコレクションっていうメソッドを呼んであげたら、また非同期のメソッド、プロミスが返ってきて非同期で中が実行されるっていう、こういうコールバックヘルが起こります。失礼しました。まあ、とはいえですね、まあ、この辺のコールバックヘルとかはもう JavaScript でやってる分にはもうどうしようもないことなので諦めるとして、まあ、DLB をブラウザーで実行するってことにはこんないいことがありますよっていうことですね。まず、DLB を使うことによってサーバーサイドのオブジェクトをブラウザーから透過的に扱うことができますよ。
っていうことですね。これはもう DLB の利点です。あと、サーバーサイドのオブジェクトっていうのが、まあ、サーバーサイドでこうずっと動くわけですね。ので、サーバーサイドのオブジェクトを複数のクライアントの間で共有するっていうことができます。これは、例えばあれですね、 Google Apps のような、複数の人で共同で編集するアプリケーションとかそういったものに、役立ちます。まあ、ただ、さっきも言った通り、インターフェースを定義する必要がありませんよという感じです。で、デモのアプリケーションを作りました。で、これは看板のアプリケーションです。で、看板アプリって、世の中にまあいろいろあると思うんですけど、なんかこう、看板使うのをメタファーにしたアプリケーションって、なんか実際のこのこういうですね、こういう壁とかホワイトボードに付箋をペタペタ貼っていくやつとだいぶユーザーエクスペリエンスが違っていて、私はすごく違和感を感じているわけです。ですので、なるべくこの付箋を貼るっていうユーザーエクスペリエンスを、まあ、に近いような寄せるような形の看板を考えています。で、まあ、看板ちゃんっていう名前を名付けました。よかった、笑ってくれた。看板ちゃん動いてる、これかな、多分動いているでしょう。うわ、ちっちゃい、よいしょよいしょ、なんかさっきテストでつないだときよりだいぶあれが小さいんで、変えちゃおうかな、改造と。いいか、もう終わるので変えないでいきます。よいしょ。で、さっき申し上げた通り、なんか昨日の夜中まで Opal DRB の方の実装をずっとしていましたので、あ、なんかおかしい、ちょっとまだデモとしてあんまりできてないです。なので、あの看板の付箋がありますっていうのはだけなんですけれど、でこれで何をデモしたいかっていうと、さっき言った通り、これが強調して動くっていうことをデモしたいと思います。で、今ちょっと不安定なんで、あ、動いた、よかった。こういう感じで、別々のブラウザーで開いたものが、これそれぞれ DRB を使って、サーバーと接続してるんですけど、こっちのブラウザーで操作したものが、DRB 使ってサーバー側のオブジェクトに伝わって、サーバー側のオブジェクトからはこっちにコールバックしてきて、こうやって、共同作業のアプリケーションが作れるっていう仕組みができるようになりました。これを使って、看板ちゃんを作っていこうかなと思っています。で、中の仕組みとしてはこんな感じになっています。とサーバーサイドとこっちはクライアントサイドになっていて、クライアントサイドはこの辺がそれぞれのクライアントですね、ブラウザーのそれぞれのブラウザーで起きていることです。で、サーバーサイド でセッションみたいなオブジェクトはそれぞれのクライアントで持っていて、でこの矢印でつながってるやつはその DRB オブジェクトで、プロキシーされていて、実際にはサーバーで動いてるものがあって、それのプロキシーがクライアントにあるっていうイメージです。で、セッションみたいなオブジェクトはこうやってそれぞれのセッションがあるみたいなことになっていて、サーバー、付箋マネージャーというですね、付箋を管理してるやつはサーバー側に1個だけあって、それぞれのクライアントでにはそれぞれ付箋マネージャーっていうのはいるけれど、それぞれが全部同じものを指しているので、同じように動作するっていう、こんな風な仕組みを作りました。 DLB を使うことによってこういうことができるようになったっていうことです。で、だんだんまとめに入ってきますね。で、フューチャータスクです。
この仕組みがまだちょっとセキュリティについての、何も機能が入っていないので誰でもちょっとアクセスできちゃって、付箋とか勝手に誰かにアクセスされたりするのことがあるので、セキュリティの機能をつけたいなっていうのがあります。あとはこの看板ちゃんをちゃんと完成させたいっていうのがあります。あと、去年の Ruby 会議で発表しました Minlight っていうアイソモルフィックプログラミングのフレームワークとこれを、DRB ですねをインテグレートしたいなって思ってます。ミニライトの方では WebSocket を扱うというのが今まで何も機能としてなかったのでそこのところがミッシングリンクになっていたのでちょうどいい組み合わせになるかなって思ってます。でまとめです。まず DRB WebSocket と Opal DRB という、GEM について説明しました。でそれによって DLB on ブラウザーですね、ブラウザーで動く DLB というのを実現しました。でこれは、この DLB をブラウザーで動かすということによって、こういう協調操作の Web アプリケーションというのが開発しやすくなりますということですね。でデモンストレーションとして看板のアプリケーションをやりました。まあ協調動作のところですねをデモしましたということで、今日の発表を終わります。ありがとうございました。Okay, there are about 6 minutes for questions. Does anyone have a question for Yo-chan? Yes, how about up here? セキュリティの部分が、まだないということだったんですけれども、はい、オブジェクトを、クライアントに透過的に、公開するというところは、良いところだというところなんですが、結構何でもできちゃうというところをそこのセキュリティとのバランスで、どういうモデルで、サンドボックスするのかなというところにちょっと興味があるんですけれども、どういう構想があるんでしょうか。そうですね、多分例えばそのユーザー側のアプリケーションとしてこういうところでそれを実装してくださいと言っても結構大変だと思うのでやっぱりもうフレームワークのレベルというかさっきの Opal DRB とか DRB WebSocket の方にそういう、アクセス制御の機能をつけてあげようかなとは思っていますっていう感じでやってますよね。わかりました。ありがとうございます。次は すみません、コールバックヘルの問題について質問があるんですけども、JavaScript だと、アシンクアウェイトを使うのが最近は定番かなっていうふうに思うんですけど、Opal ではそういう機能は提供されていないんでしょうか。はい、ないですね、今のところ。結構、言語としての機能で、アシンクアウェイト結構、それを Ruby のなんていうかな文法にうまく当てはめていくのが結構難しいっていうのはアシンクアウェイトだと、多分メソッドに対して、関数ですね JavaScript だと関数に対していろいろマークつけていったりとかする必要があるので Ruby の普通の文法だとそれを入れる余地があんまりなさそうだっていうのと、Opal の、その GitHub のイシューで、Fiber をでうまくそういうのを表現できないかっていう提案もあったんですけれど、Fiber は先ほどの、笹田さんの講演にあった通り、いわゆるコルーチンなわけですね、セミコルーチンだって言ってましたけど、コルーチンなわけです。で、JavaScript のそういうアシンクアウェイトとかってコルーチンとはちょっと違う仕組みでやっていて、要するにこの非同期のこういうのを単になんかうまく、文法なんていうか言語のシンタックスとして吸収しようっていうだけの機能ですのでそれとはちょっと合わなくてこれはできそうもないねっていう議論がされてました。わかりました、ありがとうございます。
Anyone else? 質問がありますか? Okay. Oh.今回 WebSocket で、まあ、実装されてたと思うんですけども、はい、他のなんかその、ブラウザとサーバーサイドの通信のプロトコルっていうのは検討されたりしたんでしょうか。そうですね、 HTTP は考えられると思うんですけど、あと何ありますかね、はい、WebSocket か HTTP、 他に何かプロトコル例としてあります。まあ、HTTP でいろいろやる、いい、ね、ロングポリングとか、はい、サーバーサイドイベントとかやるっていう、 あとは、まあ、これは邪道かもしれませんけども、はい、今はなきフラッシュで頑張るっていう手も あったりとかもしれないです。フラッシュ、そもそもオパールのところでまずそのフラッシュはないかなっていう感じはあるので、はい、まあ、一応HTTP との比較で話す と、ここのところですね、やっぱり問題になるのは、HTTP は必ずクライアントからサーバーへのこういう通信になりますよね、はい、で、サーバーから呼び出す必要があるので、ここのところが多分 HTTP だと難しくて、さっき言った通りロングポーリングとかそういったものが必要になってくると思います、はい、で、そもそも WebSocket ってロングポーリングとかそういうのやりたくなくてこういうのが出てきましたよねっていう背景があるのを思うんですけれど、はい、なので、まあ、ロングポーリングとかはちょっとないよねっていうことで、はい、ウェブソケットになってますね。ありがとうございます。はい。No time for one last question. All right, in the front. サーバーサイドからリモートオブジェクトを取ってきて、はい、それを .each do ブロックの中で副作用のある操作をした場合の質問なんですが、はい、その後に、サーバーサイドからクライアントサイドへの逆向きのコールバックがあるわけなんですが、はいはい、ということは、タイミングによってはサーバー側の値の同期が取れなくなる、後がちになる可能性があると思ったんですけれど、はい、その認識で合っていますか。多分、あんまり試せてなくてあれですけど、あるはずだと思っています。なのでそこは何かする必要はあるかなとは思っているんですけれど、サーバー側の実装が今、イベントマシンを使っているので、もしかしたらサーバー側はちゃんと同期的に実行されるような気もするけど、呼ばれたメソッド側でどうなるかがちょっと分かんないので、なんか必要かもしれないです。はい、ありがとうございます。逆に関さんに聞きたいんですけどその辺ってディールビーってどうなってますか。あ、普通のディールビーだともうそれはそういうことが起こる前提でプログラム書きましょうっていうふうに言ってます。だからサーバーサイドっていうかオブジェクトを提供する側が二重にアクセスされたときにどうするかは書くべきことになってる、うんうん、ありがとうございますOK, one last time, let's thank Yo-chan for the wonderful presentation. ありがとうございます。